カイチャンネルでまたしてもライジンバンタム級王者朝倉海に身体能力勝負を挑まれた武井壮。年齢差21歳のハンデを跳ね返すパフォーマンスで激しい戦いを終えてすぐさま朝倉海からの次なる挑戦状を受け取った。果たして最強のパンチ力を誇るのはライジン王者朝倉海なのか、百獣の王武井壮なのか。じゃあちょっと今回の3番勝負も本当大変申し訳ないんですけど、ライジンチャンピオンを武井壮がまた打ち破るという、今回でも2勝1敗でかなりいい勝負だったね。いや1個勝てたのでかいですけど、ね、マジ悔しいっす。本当に悔しいっす。負けてない男だからね。本当に悔しいっすよ。ありがとうございます。すいません、試合勝ってめっちゃなんか気分良かったな。なんかちょっと急にね悔しいっすね。本当にそうね、ちょっと本当ああ嬉しい。気持ちいい。ということで、はい、ちょっとこの次は百獣の王国でカイちゃんとパンチングマシーンで、はい、パンチ力対決ということですね。 そこならいけるでしょ。、はい、もう本職ですからそこで。だってこれでもう倒しまくってるもんね。あなた、そうこれで KO しまくってるんで。そうよね、ここは負けちゃいかんと思って。なるほどな、はい、まあ、ただここなら勝てると思うんで。まあじゃあそれはもう僕今2連勝中なんで、もうそれはもう甘んじ受けます。本当ですか。はい、パンチ力対決よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速移動しましょうか。はい、レッツゴー、やるぞ。今度はちょ、カイ君寄りの、完全に僕有利ですよ、パンチ力対決。はいはい、これでちょっと今日は勝負したいなと思いますので。いや、これ負けられないですよ、ね、本当に。これ負けたらやばいっすよ。いや、俺もかなりの数の獣をこいつで倒してますから。ああ、そうっすよね。ええ、まあシミュレーションですけど。ああ、でもパンチ力マシンどうなんですかね、なんか。どうなんだろうね。関係ないって言いますよね、僕もあんまり。そうね、なんか実際にこう効くパンチなのか。はいはいはい、カイ君はさ、実戦で効くパンチでしょ。実戦では使えますけど。でしょ。ここでどう出るかは分かんないですか。重さとかいろんなもん必要そうじゃん。そうですよね。でちょっとまあ数値は参考程度に。はい、そうですね。ね、でも負けたくないですね、ここでは。負けたくないね、これね。ちょっとね、カイ君のパンチ力ちょっと俺も見たいんで、はい、楽しみに。初公開でしょ。そうです、僕見せたことないと思う、はい、ですよね、はい。じゃあ早速勝負していきましょう。はい、お願いします。やるぞこの野郎。絶対に勝つ。俺左だから。引き分けプレイを行わないでください。手記を置いている場合や緊張するわ。なんか一応ね、マイグローブ持ってきました、ね、マイグローブ、感染予防、コロナ対策、で。大丈夫かな。じゃあそっちからいきます。強そうだ、武井さん。武井さん強そうなんだよな、マジで。まあまあある方よ。じゃあどうしよう。まあまあ俺行こうか。はい、じゃあ武井さん先に。じゃあやっぱチャンピオン先行かすわけいかないじゃん。はいはいはい、チャンピオンだもんね、もうね。じゃあプレッシャーかけてもらって。じゃあ、はい、じゃあ一番高い記録出た方を勝ちにしますか。3を打って、返球が打って、そうだな、最高得点でしょう。最高得点。むずいな、これ狭っ。助走なっちゃう。行くぜ。おお、強いぞこれ。どうや、いいよ。ダメなんだ。強すぎて反応しない。何がダメだ。どうだ。すげえ強っ。250出た。強っ。いけそうな気がする。強いぞ。しゃあ、すげえよ、やばくないこれ。ダメだ、やばい。よっしゃ、ラスト。はい、どうなの。いやー、おーすごい。やばい。256。よっしゃ、俺256キロ。すごい。待って、これやばいぞ、マジで。これすごい。シャーラー。やばいよ、これは。まず、暫定1位。すごいっすね、これは。でもなんかさ、私にもう一度力を。
YouTube で300キロとか行ってるやつ見たことある。マジっすか。ああ、いやでもすごいっすよ。まあ、なんかマシンによって個体差があるっていうのも聞いてるんで、まあ、今回参考記録っていうことで。いやでも音とかすごかった。すごい。じゃあカイ君のやつ行ってみようか。ちなみに斉藤君180ぐらいだと。あ、そうだね。そう。ああ、斉藤君もでも結構強かったよ。強かった。いやー相当すごいっす。よし、まあちょっと俺がどんぐらいなのか今は分かんないけど、やばいなこれ。まず俺はチャンピオンのパンチやっぱ見たいのよ。それがもう、じゃあ行っちゃう。まあとりあえず、よし。うわーやばいな、これ失礼しちゃった。どうなの、カイ君どうなんの。危険なプレーを行わないでください。やばいよ。もし薬品に異常がある場合はチャンピオンだよ。ライジンのチャンピオンが怪我をしてしまう。まさかのパンチングマシンで遊んでるっていう。選択ボタンでモードを選択し、決定ボタンでモードを選択ボタンでステージを選択し、決定ボタンでステージを決定します。じゃあ行くぜ。朝倉海が負けねえぞ。負けねえぞ。おおおい、どうしたの。パンチを受けてよ。いけ。おお、どうなの。どうなの。おお、やばい。接戦です。やばい。接戦。めっちゃ接戦。やばい。俺いくつだっけ。56。やばい。56。危ない危ない。あと3キロで。怖い怖い。うわぁ来たやつだね。これ来たよ。これ来たよ。どう、うわぁ、異常異常。枠から出ちゃったからね。枠出たんだね。枠にいなきゃいけないんですよ。枠に一番受けてるよ。4分でも枠の中で。ああ、終わってからカメラにね。どういうこと。センスがないみたいですね。機械に嫌われております。まあ、俺も負けだ。いやいやいや負けです。ちょっともう一回だな。もう一回。さっきの1回目は欲しい253。なんだろうな、これ難しいな。こっちなの。俺何がいけないのか。私にもうひとたび力を。俺も、俺カイ君と同じぐらいあんだな、パンチ。いや、すごいすごい。すごい。ライジンチャンピオンと同じぐらいだって言えるじゃん俺。ちょっと、あの2回戦カイ君のセカンドトライ、ちょっと無効なパンチが2発あったんで、あと2発打てる。あと2発打てる。やばいなこれ、負けるかもしれない。いや、やばいよ。でもさっきの1発目でブラッシュアップしたら270ぐらいきそうじゃん。これは行くしかない。やばい、追い詰められてますね。やばいよ。やばいよ。もう負けれんよ。もう負けれないよ。あーさあ、あと2発。いけ、カイ君。よし。レディー、ゴー。さあ、いけなよ。いくぜ。じゃあ。いったんじゃねえの、これ。うわ、いったんじゃないの。これどうよ。なんでだよ、これ。どういうこと。なんだろうね。なんだろう。あ、手が残ってるとダメなんだ。こういうこと？はい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 。なるほど。手が残ってるとダメなんだ。なるほどな。ラスト一発。ラスト一発。いけよ。おい。おい。ギリ勝ち。ギリ勝ち。よし。さすがチャンピオン。
ってよ。いや危ない、ギリギリ。5キロ差、誤差です。5キロ、でもほぼいい勝負、いい勝負だね。261キロ、261キロ、私にもう一度旅しよう。あー足りてえな、乗り返し、もう一度やります。もう一度やるか、やりますか、もう一発いきましょう。もう一発好きだな俺ら。負けず嫌いだな、もう少年みたいになってる。竜王を殴ってください。離れず近くから殴ってください。どうやってやるのがいいんだろうね。危険なプレイを行わないでください。一発ずついく、危機を帯びている場合は。あーなるほどなるほど。腰や手首に異常がある場合はプレイしない。何も勝てません。武井さんに勝てないよ俺だろ。まあ、はい、すごい、いやすごいすごいよ、マジすごい。俺も雷神行った方がいいかな。行った方がいいっす、はい、なんかね力入んないわけ、なんかポイントがねずれちゃう。あなんかねあるんでしょ、多分その武井さんはもうその、ね、調整がもう上手いんだよ多分もう、はいはい、もう どう力入れていいかっていうのが多分もう分析できててどんどん強くなってるんですか。でもやっぱり貝のやつは当たる感じでいくじゃん。もうちょっとかわしながらさ、自分はかわしながらねじ込む感じの方がさあるじゃない。実践向きはちょっとやっぱ実践向きなんだよね。あちょっと違うかもしれないですね、やっぱ。そうね、本物と。俺のはもう体重乗ってるためにまっすぐゴーンっていってるから。いや、すごいわ、マジで。でも、最後の一発、ちょっと芯食ったわ。何の感触もなかったわ。音、音、よかった。うん、ゴーンって言ったわ。やべ、勝っちったよ。持ってますね。いや、雷神のチャンピオン、勝っちったよ、俺。いややっと勝てたと思ったのに。人間もやんない方がよかったかな。もうね、俺ね、決めた。もう、武井さんに勝つまで、挑戦し続ける。終わらない、レギュラーコーナーにしましょうか。武井壮 VS 朝倉海のいつ勝てるかみたいな。何なら勝てるか。もうああいろんなものを勝負していきましょうか。で、もうどういえば勝てなかったら最後スパーリングします。ボッコボコにされる。いつかね、そこに俺たどり着きたいね。朝倉海とスパーリングするところまで。この回の最終回はスパーリングね。そうです。じゃあこれからもまたね戦いは続くということです。そうね。僕が追い続けるとまた近々やりましょう。何かの対決で勝負しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。悔しい、マジで悔しい。よっしゃガチ悔しいだろ。マジで悔しい。ごめんな、ごめんな。すごい、いやすごいっすよ。勝ちたかったら
登録しとけ。